皆さんこんにちは、石平の中国週刊ニュース解説でございます。今日は2023年7月9日ですけれども、で今日取り上げて解説するのは、この2つの話でございます。まあ一つは習近平主席と玉城知事危ない連携プレーの実態ということと、奥義人種差別発言の例題と本音、まあ、という2つの話を、解説したいと思いますけども、じゃあまずこの習近平主席と、まあ、あの玉城知事の話ですけどもね、まあ、あの日本でもいろいろと報道されているようにね、まあ、7月か、3日から7日にかけて、まあ、沖縄の、玉城デイリー知事は、コロ傭兵訪中団の、まあ、一員、まあ、一員というよりは、まあ、実際、まあ、ナンバー2ですわね、として中国を訪問した、その中で、まあ、代表団の、まあ、公式で行事に参加する以外に、玉城さんはまだあの沖縄知事として、要するに代表団から離れて、まあ、いろんな単独行動も取ったんですけどね。じゃあそれはどういうことなのかとなると、まあ、一つがまあ4日の午後、彼はあの北京市の通州区にある、琉球国墓地、琉球国墓地遺址を訪問した。この墓地というのは、まあ、要するに明清時代ね、あの当時中国の首都がまあ北京にあるんですから、北京に滞在中で、まあ、病死などで亡くなった、まあ、沖縄のまあそういう、官僚たちとかね、彼たちの墓地が、今昔ある通州にあって今遺址になっているんですけども、それであの玉城知事は、まあ、沖縄から、まあ、持参したあの平鵜鼓という、まあ、沖縄の線香ですわね、それを、まあ、墓地で建てて、まあ、あの参拝し、まあ、中国と沖縄のつながりを、まあ、しっかりと結んでいくというね意思表明も行ったということで、でさらにあの中国のメディアが報じたところでは、あの玉城知事が、まあ、中国の報道陣に対して、ね、どういう話したかというと、いや自分が持参してきたこの線香は、ね、日本本土のものではない、あの中国、昔中国から伝わったものであると、わざとまあ説明するんですが、じゃあそれ一体どういう意味合いなのかという話。さらにあの7月6日にね、あの、まあ、北京での行事を終わってから今回玉城さんはまさにね沖縄知事として、まああの福建省の福州市を訪問して、そこでね、まあ、あの福州市で、まあ、あの明朝から清朝の時代にかけて当時琉球国から、まあ、あの中国にね貢ぎ物を、まあ、献上するために派遣された琉球人たちが拠点としていったいわゆる琉球館というものを、まあ、あの施設はね視察した。さらにねそれに先立ってあの福建省共産党委員会のこの衆参というね衆総翼か初期は、玉城知事と、まあ、会談した、会談にはね福州市共産党委員会の初期の任さんという人も、まあ、同席した。で、まあ、人民日報の記事によると、まあ、衆初期が、まあ、この会談の中で、まあ、福建省と沖縄の交流史に触れて習近平主席が、まあ、福建省トップを務めた時代においては、まあ、福建省との交流を重視し自ら促進したとも、まあ、紹介した。それに対して玉城知事は、まあ、あの沖縄と福建省との交流が長い歴史を持ち今後も交流促進をしたいというふうに、まあ、応対したんですわね。しかしここがちょっとおかしなところというのは、本来ならば、まあ、沖縄知事が福建省に行くと本来ならばこの福建省における沖縄知事のいわゆるカウンターパートナーね、福建省行政のトップである省庁ですわね、まあ、中部のところ地方でもあの地方の行政のトップと共産党のトップ両方があるんですが、まあ、当然共産党のトップが、まあ、一番上ですけども、本来ならば知事行ったらね大体向こうの省庁が出てきて応対するんですけども、しかし今回が、まあ、あの福建省の共産党委員会の初期、さらにねこの
復讐しろ共産党委員会の2人の書記が彼と会談するのはまさに異例のこと。じゃあそれが一体どういう話なのか、まあ、とにかくまあこのようにして、まあ、玉城知事が今回の訪中においては、まあ、北京郊外のまあ琉球人墓地医師を訪問したり、福州市にある琉球館を視察したり、まあ、とにかくね、ことさらに琉球と中国の、ね、関連性を強調する。さらに共産党総書記は共産党の書記を相手にね、まあ、福建省と沖縄の交流を語り合いすん語り合うんですよね。省庁と交流を語り合うのは、まあ、それは、まあ、まあ何の問題もなくね、まあ、要するに福建省と沖縄のね、経済的交流が本来ならば、そういう交流ならば省庁と、ね、会談する話し合うことであるし、共産党の初期とそういう交流を語り合うのは、それ一体どういう交流なのか、そこはまた問題です。とにかく、まあ、今回の玉城さんは、まあ、結構ね、一見ね、非常に風変わりした、まあ、中国訪問を行った。じゃあその背後に何があるかとなるとね、私ね、やっぱりね、ちょうどその一月前にね、習近平主席が行った琉球発言と、まあ、非常に関連性があるのではないかと私が思うんです。この習近平発言も日本で結構いろいろと報道されて、まあ、皆様ご存知だろうと思いますけども、とにかく6月4月昨日人民日報は一面で、ね、報じたところで、習近平が6月1日にね、まあ、北京の中国国家韓本館が、要するに資料館、歴史資料館が視察する際に、何の文脈もなく琉球王国の話に触れるんですよ。そうでしょ、本来は中国の歴史、中国の主席が中国の歴史資料館を視察するならば、中国の歴史を語るのは分かるでしょ。しかし、なんで琉球の話を持ち出すか、それは非常におかしな話であって、でそこで習近平がこの福州市にね、まあ、昔の、まあ、琉球の人々が、滞在して琉球館があり、琉球との付き合いが深いことを、まあ、したというのは、まあ、要するに、当時習近平が福建省の、まあ、トップだった、そういう時代があるんですわね。まあ、さらにね、まあ、14世紀にね、中国から琉球に渡った、まあ、職の集団のいわゆる久米36世の36の家系の人々に話にも言及した。しかし考えてみれば、本当に異様な発言ですわね。中国の歴史資料館視察して、なんで突然ね、琉球の話を言い出したか。いや、その真意を解く鍵はね、実は翌日の2日にね、北京で開かれた文化伝承発展座談会でね、それ習近平がこの座談会に出席している重要講話を行った。それで分かったんですけど、要するに1日の資料館の視察は、ね、結局この翌日の座談会と習近平の重要講話の行うための準備であるという、であったという話。それで習近平がこの講話の中で語った、まあ、結構目新しいポイントの一つが、要するに中華文明文化の統一性をというものをね、ことさらにまあ強調した。この文化的統一性によって中華民族、各民族は文化的に一体化しており、まあ要するに彼たち言う中華民族が、漢民族だけではなくて、ウイグル人もいろんな民族がその中で家庭に入れるんですわな。本来ならばバラバラ違う民族ですけど、しかし中国習近平はここで語ったのは違う民族ですが、じゃあ文化的にね、擬態化して、まあ、みんな中華民族っていう、それで国家の統一もこれによって保されているという、まあ、考えを示した。まあ、こうして見ると、まあ、習近平はね、この講話の前日の視察でね、一見で何の文脈もなく琉球の話を持ち出したのは、私からすれば決して偶然の話ではない。要するにね、わざ1日に琉球の話を持ち出して、翌日の座談会でね、文明の中華文明の統一性を、まあ、言い出して、中国の統一は単なる国土の統一ではなく文明による統一を強調するということが、その案にね、要するに琉球はね、中華文明に
の統一された中華文明の一つじゃない中にあるのではないかという話になっちゃう。いや実際ねこの発言を受けて中国社会科学院の、まあ、中国歴史研究院の李克強副院長はね、6月12日に、まあ、ここで放送のテレビ番組でいや琉球王国はそもそも中華文化圏の中にあって中華文明の文化の影響を最も深く最も広範囲において最も長期的に受けた要するに典型的代表ですわどういう発言するんですわね。要するに彼たちからすれば、まあ、琉球はねもう例えば朝鮮半島よりも朝鮮半島以上に中華文明圏の中にあるという発言。じゃあ要するにこの院長のこの副院長の発言明らかにね習近平が言わんとするところを代弁していや沖縄がそもそも中華文明圏にあって文化的に文明的に中国の一部だとまあ宣言したんという話。まあ結構この一連の発言ねこの院長の発言も含め結構手の込んだあの工作ですよ。まず琉球と中国の福建省とかそういう交流の深さ強調した文化的交流深さを強調した上で翌日にね中国が文化の統一によって統一されてるよっていう中華文化圏があるよっていうさらにこの教、まあ、学者でそれ習近平のこの発言を受けていや沖縄はまさにあの琉球はまさに中華文化圏の一部ですよもう見事にあのそういうねあのテロ組んだという、まあ、工作としか私は思えない。さらにねさっきあの習近平があの重要講話を行った文化なんていう座談会ねこの司会を担当したのは共産党の、まあ、政治局常務委員の蔡奇であって彼は、まあ、この座談会でね、まあ、習近平の重要講話においてに関しては、まあ、これは党と国家の事業の発展の全体戦略の高めに立つものであって強い政治性と思想性戦略性指導性を持つものだと述べるということが要するに蔡奇の口からしても分かるように習近平が語っているこの文化を云々というのはねあれ国家戦略ですわ。さらにこの文化に関する座談会にね中国の外務大臣が出席している。それは本来ならばありえないおかしな話、まあ、文化大臣出席するのは当然ですが、なんで外務大臣が文化に関する座談会に出席していることが要するに習近平がここで語っている、まあ、単なる文化とか文明、まあ、そもそも習近平あれ、まあ、文化文明語れる人間じゃない。そもそも彼らそんなものに興味もないですけども、いやまさに中国の国家戦略を語っている、国際戦略を語っている。じゃあそれは何か意味するのかとなると、ね、いや実は2013年の5月にね、尖閣人民日報はね、尖閣諸島の問題を論ずるという論文を掲載した中で、いや、沖縄の話も、に触れて、沖縄の帰属問題もこれから議論すべきではないかと主張した。要するに彼、この論文の視点からすれば、国際法的には沖縄の帰属がまだ定まっていない。しかも中国と琉球王国はそもそも宗主国と漢族国という、ね、関係であって、そこで琉球を、ね、日本に投稿したいわゆる琉球処分はそもそも不当のものだったと、ね、人民日報が主張するんですよ。それ2013年の5月。じゃあ2013年の5月はどういうタイミングになるかというと、要するに習近平が国家主席になったばかりですよ。2013年の3月の全人代で習近平さんが国家主席になって、5月には人民日報でそんな論文を掲載して、要するに習政権がある時点からすでにね沖縄をいずれか取ることを視野に入れて、いわゆる中国特有の法律戦がね、の展開をまず準備し始めたということ。そしてそこから、まあ、10年経ったところでね、習近平はまた沖縄琉球のことを言い出した後で、いわゆる中華文明の統一性というものを主張することが、要するに沖縄はそもそも統一された中華文明文化の一部ではないかと主張して、要するに今回は日本と沖縄に対して心理戦を展開し始めたのではないかというふうに、まあ、理解できるんです。
要するに彼がここで沖縄はそもそも文明的に文化的に中国の一部だと示唆することによって日本と沖縄の双方に、ね、揺さぶりをかけて、さらにね沖縄、日本と沖縄を離間させるんです。要するに沖縄は琉球がそもそも文化的には日本では中国の一部ですよっていう、それで沖縄人の貴族意識を中華文明へと、まあ、誘導しようとしたのではないかという話、それは習近平の6月の話の、まあ、意味合いだと私は理解してるんですが、そうなるとね、このような新人戦としての習近平発言のこの文脈から分析すれば、初めてさっき冒頭から申し上げました玉城知事の一連の中国訪問における彼の一連の言動の意味がこれで分かってくる。例えば玉城さんは琉球人墓地を、ね、訪問した際はね、持参して先行について中国の報道陣にね、そんな日本のものじゃない、中国から伝来した、要するにわざとね先行の一つでもね、あの日本人と違うよ、我々は中国のものを使うよっていう、あの琉球人が中国のものを使うよっていうようなね、要するにはっきりと日本と分け区別するんですわな、中国人に対して。いや、そういう言動、あるいはまあ福州市において長江の頂点である琉球館がねわざと視察した、いやというのはさっきの話、習近平もまさにこの琉球館の話持ち出したんでしょ。それでいや、たまに知事もこの本来ならば沖縄にとって屈辱の拠点ですよ、中国に挑戦するための拠点ね、知事はわざわざ視察するのも、いや、やっぱりね、結局玉城知事がこのような言動を取ることによって、いや琉球沖縄は文化的にはね、まあ日本の一部というよりもただ中華文明の一部だとまあ強調して、要するにな、沖縄を意識強く意識したより習近平のさっき紹介した文化統一論にね、玉城知事が自ら迎合してそういう習近平の論調を沖縄知事の立場から擁護したという話になる。まあ要するに実質条例、要するに習近平の仕掛けた新二戦に対してね、沖縄知事がそれを援護射撃して、いやまさにあうんの呼吸ですよ。まあ、こうした中でやっぱり福建省の省庁ではなく福建省共産党書記が玉城知事との会談に出たという意味もそこで分かるんです。というのは普段中国の場合、まあ福建省の省庁ならば、まあ福建省との経済交流とか貿易をまあ主管するのは省庁ですわね。しかし共産党総書記はそんなことあまり関与しないんです。具体的貿易の話はね、共産党書記というのはまさに各地方における中央のいろんな工作、要するに対外工作の一翼をまあ担う存在ですわ。要するに単なる経済交流以外の部分が共産党書記やるんです。だからこの共産党書記が玉城知事との会談に出たというような話、まあこのようにしてですよ、要するに異例の習近平の琉球発言から一月後ね、今回沖縄知事が中国を訪問して琉球と中国を大いに語った、この二つの出来事ね、あの無関係ではないでしょ。というのはまあ6月初旬の段階で当然玉城知事の中国訪問一月前、もう当然すでに日程が決まってるはずでしょ。そうでしょ、あのわずか一月前、あの知事の中国訪問はまあ一週間前に急に決まるはずがないね。まあ要するに6月の時点で彼の訪問がすでに決まっていて、そこで当然習近平が把握しようとすれば分かるということが、この2つの出来事で、まあ私からすれば要するにね、事前に仕込まれたまあ見事な連携プレーですよ。要するに中国が工作で玉城知事がまあ7月にね一緒にこの陽平さんと中国訪問して、それ、福建省も行くというのは利点を込んだ上で、それをまあ見過ごして、それで今度ね見据えて習近平が6月でわざと琉球の話を持ち出したというふうに理解してもいい。まあまさにね見事な、まあ、連携プレーですわ。いやしかしこのような危ない連携プレーは、ね、中国の思惑通りにね
沖縄を日本から切り離すこと、あるいは沖縄を中国にね、つなげること、接近させること、そんなことあるかどうか、それこそね、やっぱり沖縄県民も自身も、沖縄県民も含めた日本国民全員が大いに警戒すべきところじゃないのかというのは、まあ、まず今日の話の、一つ、まあ、のポイントですけども、じゃあ、次はね、まあ、それはまた外交上の話は、まあ、王毅の、中国の外交当部王毅の人種発言、差別発言の狙い、そこを出た彼たちの本音が何かという話、7月3日で中国の外交当部である共産党政治局委員の王毅が山東省の青島で、ね、開かれた日中韓3カ国協力国際フォーラムに出席した。それでフォーラム開幕の前に、まあ、来賓たちとの、まあ、懇談会の場でね、彼はどういう話したかというと、まあ、3カ国のね、人種的共通点を強調して、いや、いくらね、髪をね、黄色く染めても、鼻ね、高く尖らせてもね、我々が、まあ、要するに日本人も韓国人も中国人も、我々は西洋人にはなれない。我々のルーツがどこにあるか知るべきだという発言。いや、鑑みれば、まあ、そのとんでもないとんちんかん発言ですよ。要するに西洋アジア人、まあ、特に東アジアの人々と西洋人の外見上の人種的差別を強調して、我々と彼らとのそういう分けるというのはね、いや、まさに人種差別、驚くべきほどの人種差別的なものであって、当然波紋を呼ぶんですわね。まだ批判も招いた。例えばアメリカのホワイトハウスのこのワイルダー元ね、国家安全保障会議のアジア担当の補佐官はツイッターでね、久しぶりに中国の外交官のね、人種差別的発言を見た。まあ、そんなあれ、外るべきだという非難にして、まあ、中国のネット上でも、お前何をバカの話してるかという、そういう批判もいろいろ上がってきてるんですわね。問題はね、王毅はね、一応ね、中国という大国の外交のトップであって、しかも本人がベテランの外交官でしょ。ベテランの外交官で、公の場でね、まあ、いくらなんでもですよ、このような人種差別的なもので、しかもレベルの低いとんちんかん発言を、どうしてそんなとんでもない発言を口にしたか、その真意、その狙いがどこにあるか、そこは問題ですけども、いや、実はね、中国外務省の発表では、同じこの懇談会の席で王毅はまたこのような発言も行ったんです。要するに地域外の大国が排他的グループを作って、3カ国の協力を妨害し、地域に対立をもたらしている。だから中日間は戦略的自主性を育てて、この地域の運命を自分たちの手で握らなければならないというふうに述べた。じゃあ彼が言っているこの地域外の、ちょっとな、地域外の大国はまあ誰から見ても、要するにアメリカの話でしょ。アメリカが排他的グループを作って、中国を排除したグループを作って、しかも、日中韓のそういう協力を妨害している。だから我々が自分たちでやらなければならないというような発言した。じゃあ、まあ、王毅がここで言うこの地域外の大国は、まあ、当然アメリカ。じゃあ、さっきの西洋人と違う発言と連結してみると、まあ、王毅はここで明らかにね、中国、日本、韓国は同じ黄色人種都市で、お互いに我々が連結しましょうよ。それで西洋人のアメリカね、いや、あいつらもう、排他的グループ作るから、あいつらにも従うこともないんですよ、もう距離を置こうよというね、呼びかけてるの。しかし、どう考えても今の時代でやろう。どこの国、まあ、そんな国ないの。人種の違いによってね、誰との組むか、そんなバカの発想は今の時代ね、もう、同心感であって、まあ、時代錯誤も、ほどほどにしてほしいというもの。もう、反感と嘲笑、招く以外に何の意味もないね。そうでしょ、韓国にしても日本にしても同じ黄色だから、お前たちの組む、そんな発想誰もしないんですよ。みんな全部国家利益の
立ち払う、どこの相手と組むかね、戦略的に考えるでしょ。いや、それでもまあ王毅がこのような普段でありえない発言を行ったわね、その背景にある何があるかというとね、やっぱりね、最近においていわゆる米韓同盟の強化、日韓関係の改善、さらに中韓の対立が深まっていることがその背後にあると思います。まあ、ご存知と思いますので、ね、4月の下旬にはまあ韓国の今の大統領がアメリカ訪問して、いわゆる米韓ワシントン声明を発表して、実際ね、核兵器を搭載の米軍のまあ戦略原子力潜水艦が韓国を派遣される、まあ、韓国の港に寄ることも、しばらく展開することも決められて、実際ね、実質上、要するに韓国とアメリカで、ね、核共有 の道を開いたという。いや、実はアメリカの核兵器を積むという、ね、潜水艦韓国行くのはね、北朝鮮に対する抑止力だけで、中国に対しても中国からすれば大変な脅威になるんですわな。そうでしょしかもさらにアメリカ訪問に先立って韓国の大統領ね、韓国の大統領このユンさんが韓国の大統領として初めて台湾問題に言及したんです。そういう力による現状変更には反対というのは、 まさに中国を強く牽制して、それ中国はまたそれに猛反発して、結構に中国と韓国の対立も深まった。さらにその一方で、ね、中国と韓国の対立が深まった中で、今回4月に韓国大統領は日本を訪問して、5月に、ね、岸田首相も韓国を訪問して、ご存知のように今、日韓関係もまだ大きく改善されて、また5月の、広島サミットでは、まさに日この韓じゃなくて韓国の韓ね、日米韓3カ国の首脳会談がサミットで行われまして、6月には、ね、実は日米韓の防衛省の会談も、ね、シンガポールで開催されて、共同声明も発表された。まあ、このようにして、要するに日米韓3カ国が中国を横目にしてね、軍事連携を含めたいわゆる三角連携をまあ強化して、ある意味ではね、まあ、三カ国によるまあ中国包囲網形成の様相を呈しているんです。まあ、今までまず日米豪印クワッドで枠組みがあって中国を封じ込める、それに加わって今はもう形的にはもう日米韓の三角連携もまた出来上がっているというようなまあ感じですわね。じゃあやっぱりそれに対して中国非常に苛立ちと危機感を感じている。そうだからこそまあ王毅ね、まさに日本人と韓国人両方いる懇談会の場でね、いわゆる何の意味もない人種論を持ち出して、日本と韓国を西洋人のアメリカから離間させる、じゃあ我々は同じルーツだから我々が一緒にやろうよというね、話になった。しかしね、どう考えれば中国の外交トップが、まあ、時代錯誤で、まあ、本番者の人種論をよりところにね、画商論この外交やるんですわね。いや、そんなね、戦略にもならない、もう妄想に近いというものを持ち出してね、日米韓 の連携に対抗するのはね、逆にね、今中国の外交がもう効率化していることと、中国の外交時代に劣化してるんですわ。いくらなんでも外交トップはそんなバカな話するならば、この国の外交はもうしょうもないんですわな。しかも中国が置かれる国際状況の惨めさを象徴している。それ一方で、このもう一つポイントが、要するに王毅のこの発言ね、実際ね、また今西側の共通理念となる価値観外交に対する中国側の反発と対抗心の裏返しでもあるんです。まあ、ご存知のように、まあ、第一次安倍内閣の時にね、安倍さんと麻生さんね、コンビでね、打ち出されたいわゆる価値観外交という、理念であって、まあ、要するに、ね、外交においてどこかの国と組むか、それは共通した価値観に基づいて同じ価値観の国々と組む、それでそれ価値観と対抗、正反対の国々がと対抗する。まあ、当然ね、そういう意味では
これはあの価値観外交、まさに民主主義国家が同じ価値観、民主主義国家が連携して独裁国家の中国、北朝鮮とかに対抗するという話。それがまあ第二次安倍内閣の時にはまあ安倍政権のまあそういう外交政策の指針となって、さらにね、いや実はあの伊勢志摩サミットがあったんでしょ。それ伊勢志摩サミットにおいては実はまさに先進7カ国によっても受け入れられて、今